嗨，大家好，我是李淼。今天来到了东京的上野车站 Ueno Eki。说到 Ueno 呢，我相信很多日本人他们想到的第一个事情就是大熊猫，中国的大熊猫 Panda。今天呢，我们到上野动物园去看看，哇，这里已经有这个大熊猫的气球在这儿。因为今年啊是中日建交50周年，所以我们去上野动物园去看看。这里呢是上野动物园。我记得当时在疫情很严重的时候呢，因为要限制入场，很多人就排队，一直排到这个外面很远很远的距离。为什么日本人这么爱大熊猫呢？他们甚至要排几个小时的队，然后呢就是为了上里面去看一下里面的可爱的熊猫宝宝，5秒钟左右。然后今天呢在上野动物园旁边有这样的一个会场，哇，现在好像已经来了好多人，是在举行一个中国大熊猫抵日50周年的纪念活动。我们现在进去看看。哇，现在出现了好几个熊猫的吉祥物。你好，你好，你好。一番パンダらしいポーズしてもらってもいいですか？ありがとうございます。谢谢，谢谢。すごい。警察官ですか？あ、すごい。握手してもいいですか？一番パンダらしい動きをしてもらってもいいですか？かわいい。谢谢，谢谢。我就有一个疑问，为什么日本的警署也要推出熊猫吉祥物呢？馴染みやすいっていう。1972年，中日建交后的金秋10月，中国向日本赠送了2只大熊猫。乘专机抵达羽田机场的大熊猫康康和兰兰受到了隆重的欢迎。日本派出100名警察护送，康康、兰兰第一次公开亮相，6万人将上野动物园挤得水泄不通。日本从此掀起了熊猫热。テレビで見てるのも、だから大騒ぎしてるなっていう、とにかく人が行列作って、今でもかなり熱狂的で。なんで熱狂的ですか？やっぱ可愛いじゃん。可愛いし。なんか特別だよね、パンダってね。これだけ続いてるのはパンダだけでしょ。50年も。もう50年。まあ、まだこれから、これからまだずっと続くでしょ。すごかったですよね。私行ってないけど。もう人がいっぱいで瞬間しか見てないとか言ってテレビですよ。聞いたような記憶がありますわ。我相信很多我们中国的同胞都很震惊啊，为什么日本人这么狂热的喜爱大熊猫？每次呢，日本上野动物园有新的熊猫宝宝诞生的时候呢，都有非常多的日本人很热心的去参加熊猫的征名活动，给熊猫起名字。然后当时大熊猫宝宝不幸去世的时候呢，有很多日本人赶到上野动物园来进行哀悼。我们就去听听他们为什么这么喜欢大熊猫。やっぱり動きとか、あとは顔の顔立ちっていうんですか、そういうのもすごく可愛いし、子供の頃初めて日本にカンカンとランランが来た時から見に来てます。パンダちゃんがそういう国同士の友好な関係の橋渡しみたいになってくれて、これからもずっとずっと続けてほしいな。ぜひ可愛いパンダを貸し出してもらって、いつでも見に行けるようにしていただきたいなと思います。熱烈なパンダファンがいっぱいいるんですよ。やっぱり返すときは皆さんどういう心情ですか？いや、返すときは寂しい思いと、まあ特にシャンシャンは可愛がられてましたからね、返したくないっていう方が、まあ、大半ですよ。日本では自然には、ね、いない動物ですから、パンダを貸していただいていることに関しては非常にありがたいと。我々一般市民はこのパンダを通じて、この素晴らしい友好関係をさらに進めていきたいなというふうに思います。
因为今年是大熊猫来日本50周年啊，所以日本邮局还特意推出了纪念邮票。不过之前呢，我在我家附近的邮局问过，说全部都已经卖完了，非常的人气。然后今天呢，这里有一个特别出张店啊，每天呢他都会拿出来一些这个纪念邮票来卖，不过今天的部分已经全部卖完了。就是这样的，中日邦交正常化50周年纪念邮票，哇，好可爱。今日の分がもう完売。はい、完売しました。はい。これ皆さんだいぶ前から並んでいるってことですか。そうですね。先頭の人は5時って言ってました。朝5時ですか。朝5時に並んでるって。5時間待ち。はい。わあ、貴重なんですね。貴重ですね。はい、私も欲しいと思っていたんですけど。はい、並ばないと買えない。はい、ありがとうございます。今買おうかと思ってるんですけど、あ、なんかもう売り切れみたいです。本当に。はい。じゃあ残念です。あ、ちょっと何で買おうと思って。はい、パンダ好きだし、明日ですか？あの今私聞いた話、5時間待ちだそうです。諦めちゃうかな。5時間じゃね。朝5時から並ぶそうです。無理ですね。今天我们在现场听到最多的声音就是上野动物园不能没有大熊猫，不管是普通民众还是上野动物园，他们都希望日本能够继续向中国租借大熊猫。好，谢谢您收看这期节目，我是李淼，再见。